のニュースで、東京の地下鉄で痴漢を疑われ、線路に逃げ込み、電車に轢かれて死亡したという痛ましい事件を目にしました。確かに、通勤時の混み方は尋常では考えられないくらい異常な混み方です。極端な話、男性は、たとえ片手が空いていても、両手を上げていないと疑われる状態だそうです。身動き一つ取れない状態の中で、そのような事態になるとお互いパニックになり、冷静な判断はできませんよね。女性も声を上げるのに勇気がいるし、男性も何もしていないのに急に言われると驚きますよね。そのような時に、こんな保険があると助かりますよね。では、どうぞ。交通機関を利用する男性にとっては、決して他人事ではない痴漢の冤罪被害。たとえ実際に流行っておらず、否認をしても、被疑者として長期間拘留され、場合によっては、社会的制裁を受けてしまうことも少なくありません。そんなリスクを軽減するための痴漢冤罪保険が、現在話題になっています。正確には、交通事故などの際の弁護士への相談費用を保証する保険に、痴漢冤罪ヘルプコールが無料でついてくるというものなのですが、年額6400円の保険料で、その場で弁護士に電話相談できることが可能になり、状況次第では、弁護士が警察や駅員と直接話してくれるなど、その時が起きてしまった際には、大変心強いであろう内容になっています。痴漢の被害者となった際に弁護士に相談する場合も保証される。日本以外でも、セクハラなどに関する冤罪被害はかなり多いようで、自国でも同様の保険が誕生することを望む声が続出していました。海外の反応。痴漢冤罪保険か。素晴らしいアイデアじゃないか。アメリカ。日本以外でも必要としてる人間はたくさんいるぞ。スウェーデン。こういう保険はアメリカでもすぐに必要になるだろうね。アメリカ。そのうちみんな証拠として、あるいはアリバイ証明のためにボディカメラをつけて生活するようになるかも。アメリカ。まさに俺たちスペインの男たちが求めてた保険じゃないか。スペイン。痴漢冤罪は男たちにとって一番の恐怖。少なくとも俺にとってはそうなんだ。アメリカ。うん、この保険はあった方がいい。天才的なアイデアは日本人に任せておけば間違いないよ。UAE。これはいいね。要は、念のための実践でしょ、国籍不明。こんな保険があったのか。アメリカの保険会社も、割とマジで検討してくれ。アメリカ。こっちでも、今すぐに痴漢冤罪保険が必要だ。オーストラリア。保険に入るくらい、痴漢の冤罪被害が怖いなら、いっそのこと、バスや電車を使わなきゃよいんだよ。国籍不明。過去に痴漢被害をでっち上げて捕まったことがある人も、性犯罪者リストに載せるべきだと、個人的には思ってる。ドイツ。ここ数年、痴漢の冤罪は、日本で、大きな問題になってる。もし冤罪を被ると、人生のすべてを失ってしまうんだ。オーストラリア。こんな保険まで思いつくなんて日本人はスマートね。カナダ。こっちでも導入するべき。学生街で売った方がいいよ。こういう保険は間違いなく入っておいて損はない。アメリカ。We can do it。私たちはセクハラをでっち上げて男たちをクビにできるアメリカ。前に僕の同僚が別の同僚の女性からセクハラ被害で訴えられた。仲が良い職場仲間は、彼がそんなことをするはずはないと感じてたし、訴えた女性を除いて、みんな、でっち上げに激怒してたよ。結局、その女性は、自分の思い通りにはならなくて、そのうち会社を辞めてしまったけどね。国籍不明。そういうキテレツな人間が、たった一人いるだけで、職場の良い雰囲気って壊れちゃうよな。スリランカ。これは役立つ保険としてあっという間に認知されると思う。実際、アメリカにも今すぐ入りたい人は多いだろうし。アメリカ。
男子大学生は、一応全員入っておいた方がいいな、イギリス。私も、アメリカの会社に、こういう保険を用意しておいてほしい。アメリカ。頼む、ドイツでも冤罪保険を導入してくれ。ドイツ。日本人は賢明だ。俺たちも、日本のような国を目指そうじゃないか。イギリス。痴漢冤罪保険、間違いなくカナダでも登場すると思う、カナダ。冤罪を恐れる同志たちよ、日本がまたやってくれたぞ。国籍不明。被害のでっち上げは、女性たちの新しい武器ってところなのかしら。冤罪保険は、ますます需要が高まるでしょうね。イギリス。冗談抜きで、これは、日常に潜む本物の脅威だ。特に白人の男たちにとっては。国籍不明。日本に2年間住んでたことがある。全部じゃないにしても、ほとんどは冤罪じゃないんだ。アメリカ。どうやって冤罪じゃないのか知ったのさ、イギリス。自分は、冤罪に合わないようにラッシュアワーを避けてる。9時過ぎになればかなり空いてくるから。アメリカ。世の中にこんな保険があること自体知らなかったけど、こっちでも取り扱いが始まったら絶対入りたい。アメリカ。でも、実際、問題、痴漢は、日本で大きな問題なのは確かだよ。日本人は、衝突を嫌う国民だけど、女の人は特にそう。だから、被害を受けても声を上げることができないんだ。アメリカ。公共交通機関を使う男たちは、冤罪被害に遭う危険性がある。そのことを、常に頭に入れておくのは重要だと思う。カナダ。日本語のサイトを覗いてみたけど、この話は本当みたいだ。痴漢の疑いをかけられたら、そこから無罪になるのは、ほぼ不可能だって弁護士でさえ言ってるらしい。だから、こういう保険があると助かる人が多いだろうね。国籍不明。ご主人などのことを思ってか、女性からも支持を集めていました。本当に、入っておくに越したことはないですよね。あとは、本物の痴漢常習者が悪用しなければいいのですが。痴漢常習者もさることながら、女性側もチームを組みかね、目当てなのか、男性を貶めようとする動きもあるようです。男性も、この保険のおかげで、すぐに弁護士を呼べるのも画期的なことです。今までそれができないから、逃げたりしていたわけです。こうなれば、各電車に女性専用車両だけじゃなく、男性専用車両も作ってみればどうでしょう。